ヨハンペーター・ヘーベルヨハンペーター・ヘーベルはドイツの詩人、スイスのバーゼルに生まれる。両親は同志の都市貴族に仕える、下男下女で家は貧しかった。1歳の時、薬病で父と生まれたばかりの妹を亡くし、以後母の手で育てられた。13歳の時に母も病で亡くなって、孤児となり、翌年わずかな遺産と周囲の援助によって、 故郷から200キロ離れたバーデン大公国の首都カールスルーへのギムナジウムに入り、その後エアラン現大学でルター派進学を収めた。卒業後10年ほど住み込みの家庭教師や代用教員などをした後、1791年に母校のギムナジウムに招聘されて教員となった。1808年には校長となり、さらにバーデン大公国の聖職者の養殖である監督長。 上院議員も兼ねた。1826年旅行中に病気により、種別人間にて死去。生涯独身であった。ヘーベルは三つの文学活動によって後世に名を残している。一つは、故郷のドイツ語方言であるアレマン語によって、バーデンの自然と生活を歌ったアレマン詩集であり、ヨハンボルフガング・フォンエーテやジャン・パウルによって賞賛を受けた。この詩集は、 ドイツの方言文学の端緒を切り開いた。二つ目は小読み物語と呼ばれる、小読みに添えるために書かれた短い層は世間話、教訓話である。1802年にギムナジウムが編集を務める国家公認歴の編集委員に加わったヘーベルは、それまで無味感想だったこの小読みの改良に努め、やがて編集を任されて多数の小読み物語を執筆した。 こうして1808年より、ライン地方の家の友の代で発行された彼の小読みは、公表を呼び、バーデン港国内に限らず、ドイツの諸都市で広く読まれる結果となった。1811年には、凝った出版によって、それまでの小読み物語の約半数を収めた、ラインの家の友の修行集も出版されている。とユーモアに富んだ彼の小読み物語は後世まで、 読み継がれており、フランツカフカ、エルンストブロッホ、バルター・ベンヤミン、マルティン・ハイデッカーらが賛辞を送っている。第3話、晩年に子供向けの教科書として書かれた聖書物語で、新教徒だけでなく、カトリック教徒にも用いられ、暦物語と並んで民衆の間で広く読まれた。ありがとうございます。